す。おお、おっすだけ喋った。おっす、俺勝也。最近気になる女子がいて、夜も寝れないんだ。あ、かわいい女の子。いいね、いいね、ういういしいね。かわいい。お、メモってる。どうにも眠れないから、どのくらい彼女を思ってるか、日記にまとめて、男に磨きをかけるぜ。おお、頑張れ頑張れ、男の子。怪しい目してんな。お前も協力してくれよな。あ、はいはいはい、しますしますとも。ぜひぜひ。いいね。あ、なに？これでタップ。はい。え？恋する男子、かっこ俺の片思いあるあるが出てきたら、こんな感じでゲット。はい。で？片思いあるあるなんだあれ。ゲットするたび、胸キュンポイントが増えるぞ。100胸キュン。だいぶ多いね。100個も胸キュンコードを取ったの？捕まえた片思いあるあるは日記に書かれていくんだ。ほうほう。日記に書かれていく。タップ、アップグレード。アップグレードで日記のナンバー6まで出るようになります。80胸キュンを使ってアップグレード。はい。恋する男子レベルが上がると移動から他の場所にも行けるようになるんだぜ。へえ、すご。はいはい。で、最強の恋する男子になって彼女をゲットするぜ。おー、なるほど。女の子のために、自分磨きをして、彼女を作ろうというゲームですね。これをゲット。お、新種ゲット。自分磨きする。まずは自分で自分を好きになれるように頑張る。へー、すごー。いいね。頑張って、頑張って。あ、また出てきた。はい。お、眠れなくなる。片思いの相手のことを考えるとドキドキしすぎて眠れない。そうなんだ。これね、女子とかでもこんなの、女の子もね、ありそうだけど、男もこんなのあるんだ。あるあるなの本当に。男性の皆さん、誰かね、ちょっと代表して教えてほしい。へえ、はい。あ、また筋トレしてる。自分磨き。なるほど。こうやってどんどん出てくるわけね、新種の自分磨きの、いや、自分磨きじゃない、あるあるが。アップグレード、千胸キュン。次千か、だいぶあるな。あ、新しいの来た。枕でキスのシミュレーションをする。枕でも緊張で震えてしまう。本当に？これ本当にある？本当の本当にあるかな。でもあるんなら、まあへーって感じですね。コメント適当か、私。もうなんか恋愛し慣れてないのがバレるじゃん、そんな。もうへーって感じ。はい。お、妄想が止まらない。好きな人とイチャイチャする妄想をしちゃう。これは別、女の子も絶対にあると思う。うん、絶対にある。でもするんだね、好きな人とイチャイチャする妄想を。よだれ垂れてるよ、吹きな。うん、よだれ垂らしてたら彼女できないよ。でもだいぶ820胸キュンまでゲットしたね。日記。あ、ここで今まで出た、あるあるがあるわけね。あ、ナンバー5がない。結構あるね、ナンバー14まで。ちょっと全部見たいな、あるある。どんなのがあるんだろう。移動？あ、まだ移動は行えないと、アップグレードしてないから。ショップ？あー、なるほどなるほど。これで10秒。そんなのがあるんだ。あ、でもあと1回出たら多分アップグレードできそうなんで、そこでアップグレードしよう。なんか可愛いね。あ、これナンバー5じゃない。1日でも会えないとすごく落ち込む、元気がもらえない。可愛い。何その川の字でへこんでんの、めちゃくちゃ可愛いじゃん。何この、もうこんなに可愛いもん、恋する男の子って。はい、じゃあアップグレードしましょう。次のレベルにアップグレード。これでいいかな。ナンバー9まで出るように。あ、なるほど。それであの新しい男の子も出るってわけね。はい。おい、あー、評価する。はい、ごめんなさい、後で。あ、これもあったか。妄想キュンと、寝れないキュンじゃない、なんだっけ、あの枕。眠れなくなるか、眠れないキュン、眠れないくん。アップグレード1300。よし、じゃあまた。あ、新種来た。毎日がキラキラ、なんだかんだで目は輝いている。すごー、そうなんだ。そんなね、好きな人がいるだけで、片思いしてるだけで毎日がキラキラ。いや、美しいね、いいね。いや、でもわかるよ、私もね、恋したことないわけではないからね。うん、キラキラする気はするね。うんうんうん、わかるわかる、多分わかる。多分わかる。はい、わかります。お、来た来た、新種の片思いあるあるが。少女漫画を読んで女心を勉強する。そんなことしてやってくれてんの？気がついたら涙でページがめくれない。泣いてるじゃん、少女漫画で。めちゃめちゃピュアな心の持ち。これはさ、ピュアな男の子の片思いあるあるじゃない？多分ね、なんかさ、こう遊んでる人とかやっぱいるわけじゃん？そういう人はここまでピュアになれないと思う。いや、ごめん。めちゃくちゃ失礼なこと言ったね、私。ごめん。みんなピュアな心持ってるか。ごめんね。
という私の偏見がありました。はい、あ、なんかある。あ、これは、あ、あれ今の、あ、メールの内容で一言、え、こんなのあったっけ。返事が来ないと不安になるし、メールが来ると超はしゃいじゃう。あー、なんとなくね、これわかるね。メールの内容で一喜一憂、あの LINE だね。今だと LINE の返事があったらもうそれだけでドキッてしたりみたいな感じかな。はー、かわいい。あ、またまた来ましたね、新種。完璧だ。何が？いろいろシュミレートする。あ、なるほどね。朝は挨拶、あ、これ書いてるね。まず廊下で挨拶してから、この話でつなげて、シュミレーションはバッチリ。でも、実践すると、そう、うまくいかないというね。そう、うまくはいかないもんだよ。いくらね、私もなんか、いろいろシュミレーションとかしても、全然本番で発揮されないもん、本当に。これでアップグレードできるようになりましたね。恋する男子レベル3。ほい。新ステージ開放。学校でも片思いできるように。学校でも片思いできるの？やっちゃおうやっちゃおう。やっぱ青春の場といえばもう学校なんでね。あ、評価して、ああ、そんなのあるんだ。へえ。え、全然出てこないよ。え、ああ、出てき、あ、来た、新しいの。あ、好きな女の子といる。動物好きはアピールする。だいぶ血出てるよ、それ。動物嫌いな女子はいない。いないって断定するのも良くないと思う。つまり動物好きな男子を嫌いな女子もいないはず。まあ動物好きだからってあいつ嫌いとはなる人はそうそういないと思うけど、まあね、動物嫌いな女子もいると思います、きっと。私は大好きだけどね。うん、はい。あ、これ全部動物好きの女の子しかいない。あ、あれは、あ、学校編でもこう変わってくるんだ。へえ、いろいろ、じゃあまだまだ種類ありそうだね。え、じゃあこれ家に行ったら、あ、また戻ってくるって感じか。面白。ちょっとじゃあまた新しいの出てくるまでちょっと待っとこうかな。あ、来たね来たね。はい、新しいの。なんか話しかけてる。いつも通りできなくなる。好きな人の前だとテンパってほとんど喋れない。あーね、そうね、初々しいね、可愛いね。好きな人だとね、やっぱり緊張もあるし、なんか完璧に見せようと思いすぎて、こうなっちゃうのかな。あらあら、かわいい。女の子もね、もうこれ、ね、微笑んでるよ。もうすっごいいいよ。もう付き合っちゃいな。いけるいける。きっといける。もう両思い。適当、めちゃめちゃ適当。そんな簡単に両思いになれたらみんな苦労しないってね。ごめんなさい。はい、ごめんなさい。もう恋愛のことちょっと黙ります。でもそんなあるあるがみんなあってのね、カップルなんでしょうね。へえ、すごい。うん、すごい。あ、やばい。これは嫉妬してるんじゃない？他の男と喋っていたら嫉妬。自分の友達が褒められていてもモヤモ、あ、自分の友達が褒められていてもモヤモヤしちゃう。あ、自分の友達が彼女を褒めていても、好きな人を褒めていてもモヤモヤするってことなのかな。でも褒められることはいいんじゃないの？まあ。まあ嫉妬するのかな。でもね、他の男の人、異性とね喋ってるとこ見たらさすがに焦ったりはしそうだよね。これは、あ、3種類揃ってる。はい。だいぶ溜まってきた。あ、1750か。次、次の移動先さ、これなんだろう。男の子なんだ、男の子のマーク。よし、1800胸キュン溜まったので、これで解放していきましょう。はい、これでナンバー4まで解放されるってことなんで、新しいのが1個だけ解放されるのか。あんまり解放されないね、ナンバー5まで。1個ずつ、なかなか時間がかかりそうな感じだ。こっちは、今はナンバー13まで。あ、なんか当たる。あ、これあったか。あったね、あった。キラキラ見えるみたいなやつか、すべてが。こっちだいぶまだ解放してないから、こっちに言おうか。あ、これもあったね。これさ、片思いあるあるを大量発生させよう。1時間に1回だけ使用できます。使えるのかな。胸キュンポイントがあった。あ、なるほどね。あ、800胸キュンで10秒。あー、そういうことか。そんな大好きタイム。じゃあいっぱい貯めて使った方がいいってことなのかな、もしかしたら。あ、新しいの来た。うわーって言ってる。自分の行動を振り返り後悔する。うわー、変なやつって思われたかも。毎晩反省会。あー、これもなんかわかるような気もするね。あー、なんかあれ、ああいう変なこと言っちゃったとか、あの時どう思ってたんだろうみたいな感じで思っちゃうのかな。あらあら、可愛いじゃないの。全くもう可愛いよ、そんなの。じゃあこれで一回使ってみよう。800溜まったんで。はいはい。で、こうしたら、あ、新しいの。ハッピーエンドの、
恋愛映画ばかり見てしまう。ああね、自分もこうなりたいという憧れからかな。いつかは俺もハッピーエンドって思いながら幸せに浸っちゃう。ああいいね。でハッピーエンドの方がやっぱいいじゃん。失恋して終わる系もまあなんかそれはそれでいいのかもしれないけど、私もハッピーエンド派だな。うん、絶対ハッピーエンドの方が幸せ。はい。あ、いっぱい出てくる、いっぱい出てくる。あ、また新しいの。苦しいけど楽しい。毎日胸がキュンキュン苦しいけれど恋するって楽しい。この、イラストだと全然楽しそうに見えないけどね。もう死にかけたよ。もう恋して死のうとしてるよ。恋の病だよこれこそ。はい。え、だいぶ新しいの出たね。え、すごー。これ使った方がいいんじゃない。あ、でも1時間に1回しか使えないってことか。なるほどね。バック好きタイムとかある。どんだけ好きなの。お、またまた新しいやつ出ましたね、この学校編の方で。はい。目が合うだけで勘違い。もしかして今こっち見てた。あー、それ見てますね。女の子見てるよ君のこと。これで見てないって言ったらちょっと女の子がね、もうそういう勘違いさせやすい子ってことになっちゃうよ。いや、めちゃめちゃエロい目で見てるもん。え、もう両思いでしょ。うん、付き合っちゃいな。